にちは。ありがとうございます。こんにちは。ありがとうございます。ちょっと今ね、昨日の夜に告知をさせていただいたんですけど、ライトオンさんが運営してるウェブメディアでライフスタイルマガジンっていうのがあって、そのライフスタイルマガジンさんにね取材をしていただいたんですけど、それが先ほどたった今アップされまして、そうぜひね皆さんにも読んでいただきたい。まあ基本は4期生オーディションについてというか、まあ、オーディションについてなんですけど、でも私のオーディションのなんか受けたきっかけとかもお話しさせていただいてたりするので、ぜひねファンの皆さんにも読んでいただきたいなと思っていまして、でそれがちょうど今アップされたから、あやばいやばい投稿しなきゃみたいになってて、今ちょっとバタバタしてたんですけど、この時間はねゲームをやっていこうと思います。そう、それでちょっとまあゲーム始める前にちょっとそのライフスタイルマガジンさんのお話させていただくんですけど、ライフスタイルマガジンさんの公式インスタと、あとライトオンさんのツイッターと、あとライフスタイルマガジンさん TikTok もやってて、で TikTok の方にも動画投稿していただいたんですけど、そこにねまた新しい私のオーディションの時の動画がなんか入ってて、知らない間に大衝撃。なんかさ、4期生オーディション募集のさ、なんかドーンってなった時に初めてその私のドラさんの時のオーディションの映像を使われてて、どっから出してきたんだその映像みたいになってたんですけど、まさかのその TikTok でまた新たな動画が使われてて、もう私それは知らなかったから、その取材していただいて投稿していただくの今日だよっていうの聞いてたんですけど、まさか TikTok にまたそれを使われてると思わなくて、自分で TikTok にも投稿していただいてると思って動画見てたら、すごい私の芋時代が流れてきて、あーってなったんですけどそう、でもそういえばその取材の時にマネージャーさんに、なんかその昔のなんか動画とかが使われるのってどうなのみたいに言われて、いやなんかすごい恥ずかしいので恥ずかしいので嫌なんですけど、でももしそれを見たことによって、あこんな人でもアイドルになれるんだっていう風になんか思ってもらえるんだったら、まあいいかなって思いますみたいなこと言ったんですよね。それを思い出して、あしょうがないよねみたいになりましたあれを見てね、あこんなやつでもアイドルになれんのかって思ってくれたら持ってくれたなら、まあもう全然使っていただいて結構ですので、はい、なのでファンの皆さん、記事だけでなくてちょっとそちらの TikTok の方にも私の芋しい姿が服の色だけで目立ってやろうとしてた時代が動画が使われてますので、ぜひTikTok の方の拡散もよろしくお願いします。記事の方もたくさん読んでいただけたら嬉しいです。というわけで、ゲームの方をやっていきたいと思います、はい、ショールームでバイキングライズの配信するときに、なんかスクショを送ってほしいって言われたから、スクショ撮りますスクショを撮ります。どうやってスクショ撮ったらいいんだ。iPad ってどうやってスクショ撮るの？めっちゃむずくない？どうやってスクショ撮ったらいいの iPad って。普通に携帯で撮ればいいか。むずくない？
かんないんだけど、どうやって撮ったらいいの？だから なんでだろう。よし、やる。ちょっと今日さ、二度寝したらさ、朝起きたら10時でさ、そっから朝ごはん食べて支度したらさ、めっちゃバタバタしてて、今日まだ全然ゲーム開けてないんですけど。ね、あのさ、そう、あの、そしたら、でもさっきちょっと配信始める前にちょこっと開いたら、またね、新たにクランに加入してくださった方がいらっしゃって、ありがとうございます。今ね、46人だって。なので、あともうちょっと、もうちょっとだ、1個目のクラン、ありがとうございます。あ、そう、ゲームの音、なんかゲーム配信中は音も流していいし、画面も出していいよって言われてるので、ガンガン流させていただきます。そう、それでさ、なんかさ、この皆さんのさ、あの、見てるとさ、もうさ、戦力がさ、めちゃくちゃ高い、みんな戦力とさ、クエストポイントがさ、めちゃくちゃ高いじゃないですか。これみんなどうやってそんなに上げてるの？何をしたらこんな高くなったの？なんでなんでなんで、私の方が先に始めてたのに、なんでみんな戦力とクエストポイントそんな高いの？どうやったらこれ稼げるんですか、このポイント。何したらいいの？教えてほしい。めっちゃ高くない？みんなどうやってあげてんの？何してる？何してるんだ。え、あとさ、なんかさ、みんなからめっちゃギフト送られてくるんだけど、これはみんなどうしたの？どうやってるの？私からはみんなにさ、ギフト送れないの？なんかさ、声出していいよね。クラン開くとさ、ここにめっちゃさ、ギフトみんなから送られてくるんだけどさ、これどうやって、どうして私にいっぱいみんなギフトくれるの？左上のチャプターのところを押したらクエストも表示される。あ、くしゃみでそう。みんな私のことまた可愛いって噂してんでしょう。今私狩猟本部レベルが9まで行ったんだけど、みんなはどれぐらいまで行きましたか？あと全然資源が足りないんだけど、これどうしたらいいの？なんかさ、この狩猟本部レベルを上げようとするとさ、先に他のやつのレベル上げろってさ、なるじゃん。そうするとさ、めっちゃこう足りないって出てくんだけど、これどうしたらいいんですか？また採択しに行かなきゃダメなのかな？これ使っていい？なんか資源、これ使っていい？使わないとでもさ、建てられなくない？バイキングライブライズはね、アプリです。ゲームアプリで今 NGT48 とコラボしていて、なんと優勝すると、優勝すると CM に出られるので、ぜひお力を貸してください。ゲームアプリなので、一緒にゲームを楽しんでいただけたらと思います。ぜひやって、一緒に。資源は高神つけてくる。あ、そうなの？あ、みんなに今ヘルプしました。たまる一方なので使っちゃいましょう。はい、使います。難しいゲームですか？そんなに多分難しくはないし、あの、私も全然理解してないので、でも皆さんが教えてくれるから、ぜひ今ね、一緒にやりましょう。みんなはさ、あとさ、これでいつも何してる？私はあの、兵隊さんを教育してるんだけど、ひたすら。でもさ、教育してもさ、なんか勝てない時あるじゃん。どうしたらいいんだろう。バッグに入ってる資源を積極的に使いましょう。はい、使います。
めっちゃくしゃみ出そうなんだけど。ああ、昨日から何なんだろう。2回だったね、くしゃみ。ねえねえ、これの時はみんないつも何選んでる？なんかそのさ、あのなんかつぶやかれてる時にさ、押すとさ、なんか出てくるじゃないですか。いつも何選んでますか、これ？私はいつも木材を選んでる。みんなはどうしてる？はあ、3つ目なんかあの謎の何が来るか分かんないお楽しみみたいなやつ。資源に余裕ない時は足りないやつ。ああ、じゃあ木材とか選んでいいんだ。私木材全然足りてないから、そういうことか。あと何したらいいんだ。このさ、なんかさ、研究みたいなのあるじゃん。この研究はさ、軍事系の方進めていっていいのかな。なんかね、あのバイキングライズのさ、コラボのさ、イベントのツイッターでもさ、なんか軍事系を積極的になんか上げましょうみたいなあったけど、こっちを上げてっていいのかな。軍事系の方に高はずっと飛ばしてる。どうやって高はずっと飛ばすんですか。これこれずっと飛んでるんじゃない、ここにいるってことは。違うのかな。あ、なんかずっと飛んでるわ。でも飛んでるからって何してるかよくわかんない。軍事系を上げると強くなって敵に勝ちやすくなる。あ、じゃあ頑張ってあげる。頑張るね。あとさ、ここって結構こう進めてますか、皆さん。これは進めるべきなのか否かちょっとあんま分かんなくてやってないんだけど、このさ、これこれなんかもう8位まで行ったんだけど、これってみんなやってますか。これってやんなくてもいいのかな。なんかできることがなくなっちゃった時にやってるんだけど。あ、やってる？進めていい？これ進めるね。じゃあ、右下のやらなくていいことはないぐらい。あ、じゃあ全部やります、何でもやります。右下の薄緑の地図マークでタカさんが見つけたものが見れるよ。右下の薄緑の地図マーク、薄緑の地図マーク、これですか。違うの出てきた。領地イベント報告。
これか。あ、じゃあ勝手に飛んでて、それで私は今見つけられてるんだ。そういうことね。え、なんかさ、なんだっけ、何言おうとしたんだっけ。あの、あれは使ってますか、時間短縮みたいなやつ。あれも使ってる？なんか今すごいいっぱいあった、見てみたらめっちゃある、めっちゃある。これ使っていいやつ？使ってる？1分のやつ83とかあるよ。83分、1時間分以上あるけど、これ使っていいやつ？みんな使ってます？使った方がいい？時短残してる？え、なんか確かに使い時、そっか。またもらえるか使わない。確かにね、なんか後の方になって使い切れないぐらいあっても困るか。そっか、確かに。本部の建設に主に使ってる。ああ、何に使うかもね。確かにね、あの短いやつには別にね使わなくてもいいもんね。そういうことか。あとさ、なんかさ、あれなんだっけ、私がさ昨日立てちゃったあれは何だったの、なんか太陽のあれ何、自分でなんかわかんないんだけど、なんか操作したらさなんかできちゃったんだけど、あれ何なの、太陽のマークみたいな、これ何、クラン主要感、何これ、正常耐久度、これは何なの、なんか操作したらできちゃったんだけどさこれは何だったんだろう、わかりますか、どうやって建てたかもよくわかんないんだけど、よくわかんないもん建設作業員がえ、そう、なんかみんなのおかげで建ったみたいな、なん、クラン仕様、そもそも漢字が読めないって、使用感、クラン建物の建設とクラン領地閣僚の基礎です、よくわかんないんだよね。何なんだろう、ゲームを進めていく第一歩の大切な建物。そうなの？これがないと進まないのがある。なんかわかんない。何でやったんだっけ？あ、そう、なんかこれ、なんかこのさ、クランのところ開いて、このクラン領地っていうところからなんかこれで立ってたんだよね。よくわかんないけど、なんか立っちゃったなんか立っちゃったね。あとさ、これはさどうしたらいいの、なんかここのさ通知だけめちゃくちゃたまんのね、なんか20になってて、これやれってことかな、研究、偉大なますか、研究を開始すると取り消すことはできません、これやっていいの、この一番下のもやってほしい。え、待って、一番下のって何、これ、偉大なる、これ、あー違う、じゃなくてこっち、スキルってこと、え、まだ何も開いてない、あ、やっていいのこれ、これやります、え、待って、できないんだけど、できない、なんでできない、ずっとできないんだけど、これ何、なんで
技術級が使用されていますって。どういうこと？技術級って何？寄付のやつ溜まってるから消費させて。寄付のやつって何？あ、これね、支援。これ戦争。これは何？なんかタイムリミット迫ってんだけど。あ、上のやつが終わないとできないのか。これ今なんかあと37分みたいな、始めた記憶がないんだけど、あと37分になって。そっか、これが終わないと下ができないのか。これは何なんだ。あと36分かかるって言われてるんですけど、何ですかこれは。え、これは何、このなんかカウントダウンされてるやつ、こうしていいの？召喚すると何が起きるの？やってみていい？研究を矢印みたいに使って進めることもできる。あー、あのさっきめっちゃ溜まってたやつ。でもさ、これさできないのよ。なんか早く矢印じゃなくて、なんだっけ、あ、あのさっきのカウントダウンのやつ、召喚してみちゃえ。この作業は開けた土地のみでしかできません。これむずくない？なんかこの昨日太陽立てる時もそうだったんだけど、めっちゃむずかった。あー、なんか太陽のそばに人間立っちゃったんだけど、何これ。何？太陽のそばに人間立ってきたんだけど。あと37分するとそこがクリアされて次のステップに進める。今のとこ、あ、私しかできないんだ。じゃあ責任を持ってやらせていただく。何、なんか集結してみよう。集結準備時間ちょっと10分にしてみよう。何これ、どういうことだ。分からない。やってみよう。あ、なんかやばい、みんなになんか招集かけちゃった。集結を発動しました。何これ、何、なんかあのローモ版の時のなんかみんなで退治しに行くぞみたいなやつ、これ何。なんかみんなちょっと加入して、10分間やってみたから。あ、それみんなでなんか招集してやるやつ。ボス召喚してくるのみんなでとか。あー、ちょっと10分で召集かけてみたから、ちょっと今やっている皆さんちょっと入ってみて。ちょっと加入してみて。なんだこれ。あ、じゃあちょっとみんなの戦いにも参戦しよう。これ加入。すでに満員。え、嘘、そんななんか人数決まってんの、これ人数決まってんの。本当だ、2万人一時を100千万、2万人しか入れない。10分も招集かけちゃったのにもう満員じゃん。何これ、どういうことなの。あと8分もあんのに3人しか入れなかった。3
か入れなかった。すいませんね、ちょっと私もよく分からずにやっちゃったから。じゃあまたやってみる。難しいなぁ、3人しか入れなかった。あと何ができるんだこれさ。なんか何もできない時間とかある？みんなあといつも何してるのこれ。私があと今やるべきものは何？これを進めなきゃいけないのかな、この地図。これを進めなきゃだね。私が今できること。でもさ、今さ、みんな出払ってて誰もいないんだけど。みんな出払ってて誰もいないから戦いにも行けないんだけど、これどうしたらいいの？何もできない。みんなのヘルプをひたすら助けてあげることしかできない。どうしたらいいの？戦争本部？戦争本部って何？戦争本部、あ、これか。戦争本部1だ、私。あ、だから狭いってこと？これを上げてあげないと人数が少ないってこと？だからさっき3人しか入れなかったの。そういうこと？これのレベルも上げなきゃいけないのかい？難しいなね。あ、そう、あとさ、これってさ、何ですか？このなんか何したっけ？このなんか農民、漢字読めない。これ何？これはさ、やってる？これやるとどうなるの？なんか何回かやったことあるけどよく分かんなかった。そもそも漢字が読めない。なんて読むの？これ何？これでやるとどうなるの？作業手伝ってくれる人、将兵、あ、将兵って読むの？農民将兵？将兵って何？農民増やす。絶対やるべき。え、じゃあもうこの人たちみんな採用した方がいいの？一度に動かせる人数が増える。え、じゃあやっていい？ピピピって全員召喚していい？あ、 C を選ぶ。あ、そうなんだ。高いけどいい？なんかすごい人間に値段ついてんの嫌だね。ランク高い人を増した方がいい。あ、じゃあ将兵招くこと？そうなんだ。招くっていう感じだもん。じゃあダール、ダール呼ぶよ。みんな、私が、ああ、大丈夫、まだ押してなかった。いい？私が1200円使ってダール呼ぶよ。ランク高い農民の方がいい。そうなんだ。じゃあおいでー。じゃあ更新してみよう。ああ、 B いた、 B いた。じゃあ この子も呼んでいい？フリデンルント、おじいさん。フリデンルントさんも呼ぶよ。あ、 A が出てきました。今度 A なる、 A なる高い、 A なる高い、8000。え、どうしたらいい、どうしたらいい。呼んでいい？でも私もお金11,310円しかない。8000円も使ったら私残りの残金めっちゃ少なくなるけど、いい？エイナル呼んでいい？今いらない？エイナル。エイナル今いらない？別に。別に必要じゃないかな。その金ももらえるようになるから使っていいよ。あ、じゃあ使っ、エイナル呼んでいい？じゃあ
エイナル。じゃあエイナル招聘します。呼びました。あ、私お金あと3310円しかなくなっちゃった。あ、なるほどね、助けてくれるんだ。あとさ、これは何ですか、このなんかおじさま方の集まりみたいな。 S ランク4万、高ー、そんなお金ありません。これは何、これどうしたらいいの。ターバン、これなんか使っていいのかな。あー、そういうことか、石とかなくなったらこれで買えんだ、そういうことか。あ、なるほどね。じゃあ今まだいっか。単位は円でいいのかな、わかる。円じゃなさそうだよね、絵柄的に。そういうことね、石とかが足りなくなった時ここで買えるってことね。なるほど、ショップか、今んとこ必要なさそう。失礼いたしました。今キャッピで絶対違うでしょ、サーヤ村だけだよ。農民ランク高いといろいろ早く進めてくれ。なるほどね、そういうことか。じゃあさっきのエイナル召喚したことによってちょっと早くなるのかな、何かが。わあ、これ迷うな、どっち選ぶ。木材にしておこうか、いっぱい建てなきゃいけないからね。ね、これはさ、何なの、このなんかさ、この宝石鉱みたいなやつ、これはどうしたらいいの。村落狩猟強化と工業レベル上昇、これはどうしたらいいの。これなんかよくわかんないんだけど、うん、採石場、これはどうやるの。これは何だ、どっちをしたらいいの、押したら何、どうどうなるんだろう。石ジェルいっぱい取れる。じゃあ工業レベル、なんか進行中、あと2分、3人しか集まなかったやつ。すいませんね、何が起きるかわからない。
お仕事ね、ありがとうございます。私のことにお付き合いいただき、20時から配信見てねそう、今日ね、あの20時からね、このバイキングライズの特別配信がありますので、今回10人で対戦チームとともにちょっと配信させていただくので、ぜひ見てください。そう、20時から配信があるから、このゲームのね特別配信があるから、その前にちょっとでも進めておこうと、知識をつけておこうと思って今配信してんだけど、皆さんから知識を得ようと思いましてね。そう、見て、ぜひ20時から。うかおいね、ありがとう。でもその配信、実はなんと今回オリジナル T シャツを作っていただいて、多分さ、あのこのゲームの時に、あのそのクランの中で貢献度の上位3人の方にサイン入り T シャツをプレゼントしますみたいなさ、今までもあったじゃん。多分その T シャツだと思うんですけど、あ、まあさすがに皆さんにお渡しする T シャツは私たちが着た T シャツではないけど、同じデザインだけど、私が着たやつではないけどね。そうね、その T シャツを今日はなんか着るらしいので、ちょっとこの服じゃないんですけど、今日の夜の配信は T シャツ着てます。なんかチームごとに今回 T シャツを作っていただいて、めっちゃ可愛い T シャツだったら見せていただいたんだけど、色味がすごい可愛い T シャツで、そうゲーム T シャツこの度作っていただきまして。そうなんですよ、だから今日はチームごとにその T シャツを着て配信をします、はい、着たやつはちょっとあげられないよ、それはちょっとあげられない。でもそしたらみんな頑張ってくれるのかな私たちが着た T シャツをプレゼントってなったらみんな頑張ってくれるのかなななんとしてでも上位3位以内に入らなければみたいなみんな頑張っちゃうかな、そしたらちょっとあげられないかな、それはちょっとさすがに来たやつはねえ、そう、でもちょっと T シャツ楽しみにしてて、めっちゃ可愛いんですよ、色がすごい可愛かった。そうなんです、楽しみだから、配信ね、でもさ、なんかさ、このゲームがさ始まった時にさ、みんなが一斉にツイートしたじゃないですか、ゲームイベント参加しますみたいな、あの帰りがマジで意味わかんなくてさなんか敵チームながら、なんだこれって思っちゃったもんねなんなのあれ、なんでわざわざあのメイクしたってことだよね、あの動画撮るためだけに。いや、ちょっと向こうのチームのリーダーは気合が違うなちょっと気合で負けてられないですね、ちょっとさすがだな、なんだっけ、チーム熱血女でござるみたいなそれ、そのためになんかござるみたいな感じだからあのメイクしたのかな気合の入れる部分がちょっと違うんじゃないかなめっちゃ面白かった、ちょっと敵チームながら笑ってしまいましたね、本当にちょっと、まあ、気合で負けてらんないので、うちのチームは可愛くうちのチームは可愛くいきたいと思います。そう、まあ、でもなんかチームのさ、メンバー的にもさ、なんか相手チームはその熱血女とかって自分たちで名乗ってるぐらい、ちょっとなんかあのキャラの濃い人たちが集まってるけど、じゃあ私たちはどっちかっていうと王道アイドル系チームだと思うのではい、オータムファミリーはなんかもう名前からもすごいファミリー感、団結力しっかり持ってるし、でこっちのチームは結構ね、あの王道アイドル感強めメンバーで構成されてるので、ちょっとあの個性派対王道みたいになってると思うんですけどちょっとこっちの王道チームは可愛く
オータムファミリー頑張っていきたいと思いますので、はい、ちょっとあの熱血女さんたちには負けずにキワキワアイドルで頑張っていきたいと思います。こちらは熱血女でござる。マジで面白いんだけどね、あれ終わったんじゃない、なんか太陽の下の女、太陽の下の女どこ行ったの、終わったんじゃない、負けたんじゃない、太陽の下の女負けてる負けちゃった、太陽の下の女またやろう、これ戦ったらなんかあんのかな、負けちゃったね。勝ったらどうなるんだ、勝ったらなんかもらえるのかな、ちょっと分かんないけど、ちょっとまたやってみましょうでそろそろね、皆さんのお昼の時間も終わっちゃいそうだから、一旦この辺にしようか配信は。あ、でも全然あの勝手にゲームやってるので配信としてはまあこれぐらいにしておくんですけど、今日は普通に今日一日時間あれば、そう全然ゲームやってるので、ぜひあの参加していただけたらと思います。そして20時からの配信もぜひぜひ見てください。じゃあランキングを読もうかな。13位埼玉山添さん、ありがとうございます。12位ファントムさん、ありがとうございます。11位ヒンジさん、ありがとうございます。10位サバサンドさん、ありがとうございます。9位ラーマさん、ありがとうございます。8位ノートンさん、ありがとうございます。7位ヒーローさん、ありがとうございます。6位フサクさん、ありがとうございます。5位トシさん、ありがとうございます。4位高俊さん、ありがとうございます。3位アルニストさん、ありがとうございます。2位ヨシさん、ありがとうございます。1位浦部さん、ありがとうございます。ね、あの皆さんお仕事だったりでお忙しい中、私にいろいろ教えてくださりありがとうございました。フォローしました、ありがとうございます。病院で治療して、あ、了解、後でします、ありがとう。またゲームしながらショールームしたりするので、ぜひ皆さんいろいろ教えてください。それでは今日の夜も配信見てね、ありがとうございました。あとライフスタイルマガジンさんの方もぜひ読んでください。ありがとうございました。頑張ろうオータムファミリー、イエーイバイバーイ。